コディリー・マーティンはアメリカ合衆国ノースカロライナ州ウィンストンセーラム出身のプロバスケットボール選手。NBA のシャーロット・ホーネッツに所属している。ポジションはスモールフォワード。同じくホーネッツに所属しているケイレブ・マーティンは双子の弟である。双子の弟のケイレブと共にノースカロライナ州立大学に進学して2年間プレー。 し、その後、ケイレブと共に、ネバダ大学リノ校へ転校。NCWA のルール上転校後の1年間は、プレーせず翌年から2年間プレーし、3年時には、自身がカンファレンス最優秀守備選手賞、ケイレブがカンファレンス MVP を受賞した。4年目のシーズン終了後、ケイレブと共に2019年の NBA ドラフトにエントリーした。 コディト・ケイレブ2019年6月20日に行われたドラフトにおいてドラフト2巡目全体36位でシャーロット・ホーネッツから指名を受けその後7月31日にドラフトで指名されなかったケイレブと共にホーネッツと契約した10月25日のミネソタ・ティンバー・ウルブズ戦でケイレブと共に NBA デビューを果たしたこの年は NBA で48試合に出場した 双子の弟のケイレブとは、アマチュア時代から現在に至るまで常にチームメイトであり、NBA デビューも同日であった。また、身長、体重、ポジションもすべて同じである。ホーネッツセレクト PJ ワシントンウィズ、ザ・トゥエルフスピック・イン・ザ 2019NBA ドラフト。シャーロット・ホーネッツ、2020年12月15日、閲覧。放熱サインセカンド、ラウンドドラフトピック。 コーディー・マーチンフリー・エージェントケイレブ・マーチンシャーロット・ホーネッツ2020年12月15日閲覧ティンバー・ウルブズ・ vs ホーネッツゲームリキャップオクトーバー25 2019エー PN e s PN.com 2020年12月15日閲覧ありがとうございます